長崎市近海地区、豊かな実りを楽しむいいとこ取りの旅です。みかんも美味しそう。このミニトマトも近海産なんですか？そうなんですよ。近海はいろんな野菜がたくさんあって、年間通して美味しいものが食べられますよ。いちごの時期には華やかなスイーツが登場します。わあ、いちごたっぷり。美味しい。近海はですね、はい、スイカの産地なんで、メロンもですね、近海の特産品なんで、パフェにはぴったりだと思います。